シャレリナランドルイドン出現。ノー 100% 中の 100%! ドーン、うわぁ、うわぁ、まずい、このままでは。モサレクス、なんとかならないのか。別々に戦っていてはダメ、モサ。陸の騎士流と海の騎士流が力を合わせなければ。だが、そんなこと私はしたくない。モサレクス、この土壇場で何を言ってるんだ。頼む、モサレクス、力を貸してくれ。一緒に戦おう。うドン、うわぁ、モサレクス、ダンダン、兄弟。お前にとって陸の竜相族とのことは一生消えぬ傷かもしれん。だがこの陸の竜相族たちはお前の知っている陸の竜相族とは違う。そうだ、モサレックス、お前ももう気づいてるはずだ。この陸の竜相族たちはオトを助けてくれた。お前の兄弟騎士竜ディメボルケーノとも合わせてくれたじゃないか。さあ兄弟、今こそ力を一つに合わせよう。陸も海もない竜相族で力を合わせ地球を守るんだ。負けたぞ兄弟、そしてカナロ。モサレックス、分かってくれたんだな。本当はだいぶ前から分かっている気がしていた。だがどうしても自分に素直になれなかった。陸の竜相族こう。なんだモサレックス。我々海の竜相族の力も使って地球を守ってくれ。頼んだぞ。おう、任せてくれ。一緒に地球を守ろう。よし、参ろうか兄弟。おう、いざ参る。ギガ竜ソラ合体。ピシッピシッ、ドンドン、ピシッピシッ。モサゴー、ドンドンドン、ピシッピシッ、ゴーッピシッ、ウィーン、プシ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 、ジュンジュン、プシカシャン、ブーン、プシブーン、プシブーン、プシュ、ケッポーン、プシブーン、プシデーン、ギガント騎士竜王、デーン、デーン、ゴーダーン、一気に行くぞ。ああ、ギガント騎士竜王トリプルギガントエクスプロージョン、ブフトーン、ティラー、ブフトーン、モッサー、ドーン、ディメー、ブフトーン、ティラー、モッサー、ディメー、おおおお、ドーン、ドカーン、うわー、竜装合体デラックスギガント騎士竜王、ドーン、バーンバーン、ででーん。お疲れ様です。前田です。いつもご視聴ありがとうございます。まさとし前田チャンネルでは、騎士竜戦隊竜ソージャーのデラックス玩具、騎士竜王を使って、いろいろな合体遊びをしています。視聴者の皆さんが考えたオリジナル竜装合体の遊び方をぜひ教えてください。私が考えたオリジナル合体や視聴者の皆さんが考えてくださった合体の仕方、それを竜創造合体シリーズとして
シナリオを勝手に制作、合体シーンも僕が勝手に考えて作ります。応募フォームやコメントで皆様からいただいたアイデアは、一つずつ、マサトシ前田がチェックしております。この夏から、俺も加わったぜ。2019年7月現在、ティラミーゴ3体、トリケーン4体、アンキローゼ4体、タイガランス4体、ミルニードル4体、ディメボルケーノ4体、モサレックス2体、マエタの家にいっぱいいます。おもちゃ屋さんか！今では毎日のように視聴者の皆さんがアイデアを送ってくださいます。そのおかげで次々と新しい竜創造合体ができてるぜ。送っていただいたアイデアが採用された方は動画内で発表。お礼を申し上げます。ファイブナイツをベースにしたものや、騎士竜王をベースにしたシンプルなもの、とにかくごちゃごちゃ合体させたもの、たくさんのアイデア、コメントをお待ちしております。できれば俺を後ろに回す合体はやめ。ということで、皆さんの力と、マサトシ前田の力を、一つに合わせ、ドルイドンもびっくりするような、竜創造合体を決めようぜ。ああ、できれば俺の顔を前の方に。リュウソウルのことも忘れないでね。騎士竜が増えるたびに増えてます。いやー、シンプルに3体合体とか、騎士竜王をいじったりとか、スリーナイツのバージョン違いとか、ファイブナイツをベースにぐっちゃぐちゃにくっつけたりとか、とにかく今までいろいろなやつをやってきたね。中には微妙なやつもあったけどね。マサトシ前田の思考回路はワンパターンだからな。し、やる気なくしたらどうするのよ。お、これかっこいいな。俺たちのロボットは他の戦隊と違って自由度が半端ないぜ。ティラミーゴ1体、タイガランス2体、アンキローゼ2体とか、ミルニードルを4つ使った合体とか、いろいろなアイデアをいただいたね。中には息子さんが考えてくれたやつをお父さんが送ってくれたやつもあったぞ。しかも写真付きで、今現在竜創造合体の応募フォームには写真をつけることもできますので、こんなかっこいいやつできましたっていうのを送ってくださると、それの合体シーンを勝手に僕が考えて作ります。おお、M 字だ。なんとギガントキシリウオっていう名前が被ったんだよね。アバレンジャー先輩とコラボしたり、キシリウオなしの合体とか、違うパターンのファイブナイツ、そして季節外れのクリスマス、ディメボルケーノも登場しての6体合体や、こんなめちゃくちゃな合体みたいなこともやったね。トリケーン4つとか、ドリルいっぱいとか、これはかっこいいね。ディメボルケーノのパーツは映える。おお、すごい。いや、でっかい武器かっこいいね。ミルニードルも4つ合体するとかっこいい。とにかくいろいろな竜創造合体をやってきたけど、すごく毎回楽しい作品ばっかりだったね。お、ついにゴールド登場？これも奇抜だなぁ。またアバレンジャーやったり。モサレックス登場で竜創造合体の遊びも広がってきたぜ。燃えてきたー。カナロ、それ戦隊が違うわ。ミニプレイヤーガシャポンでの応募も待ってるよ。同時に敵キャラに使うロボットのアイデアも募集しています。私のチャンネルでは敵キャラを他の戦隊のロボットにやらせますので、この怪人はこういう特徴があるからこのロボットがいいとか、この敵はこういう攻撃をしてくるからこのギミックを持ったロボットがいいんじゃないとか、そういったアイデアがいただけたら嬉しいです。敵キャラを選定する際の理由付けになるので非常にありがたいです。ちなみに我が輩は目立つところにつけてほしい。かっこいい、面白い、イケてる竜創造合体遊びを教えてください。皆様からのアイデア、コメントお待ちしております。前のやついっぱい使い回してごめんちゃ。よろしくお願いします。前田でした。